What's up 皆さん、ノリです。今ね、今月末締め切りの動画をねバタバタ編集してるんですけど、どんな動画かねまだ言えないんですけど、そのうち案内しますね。 Anyways、 オタはね昨日の夜から結構雪降ってて、おおおお、やっぱりここまで雪が降ってるならね、せっかく小田原に住んでるんだし、やっぱやっぱミータイムでしょ。何がミータイムかってイントロの後に話しましょう。This is crazy. ちょっと除雪しないと車が出せそうにないんで、エンジン温めてる間に除雪しましょう。Oh. Oh my god. Yes. Yes.さあ、ちょっと雪かきが終わったんでね、今からミータイムなんだけど、その前にこの雪でねちょっとスクールバスも遅れてるみたいなんで、子供たちを学校に送って、それからミータイム。雪かきありがとう、二人とも。え、いえ、今前全部したありがとう。なんか 90% ぐらい。ありがとう。めっちゃ雪降っとる。うん、めっちゃ雪かいた。多分スクールバスめっちゃ遅れとると思うけん、もう学校送っていくけんね。いや、多分スクールバスキャンセルされたね。よし、じゃあ行こうか。学校に行って誰もおらんかって、学校の中に行って誰もおらんかったら、多分学校キャンセルされた、うん、まあそれはないと思うよ、大丈夫よ、オタの学校だもん。 OK、Let's go。 OK、 行ってらっしゃい。行ってきます。あれ、鍵閉まっと。じゃあね、楽しんでね、うん、バイバイ。バイバイ。いっぱい雪遊びせなよ。さあ、子供たちもね学校に行ったんで、今からミータイム。その前にちょっとナビゲーション入れとこ。 Waze ってアップね、みんな使ったことあります？これめっちゃいいんですよ。Google マップよりももうちょっと時間もトラフィックタイム、そのどれぐらい混雑してるかとかでちゃんと計算してくれるし、どこで取り締まりしてるとかね、制限速度がどれぐらいとかも全部教えてくれるんですよ。 OK、 Go nowTakes 1 hour and 15 minutes。 1時間ちょっと、まあね、1時間ちょっとのね、まあ、長旅っていうほどじゃないけど、ちょっと Make it comfortable。 このままじゃ暑いんでね。さすがにこのスノーボードのジャケットをねずっと着てると暑いでしょ、車の中で。なんでね、俺が好きなのはこんな風にね、ちょっと足にねこたつみたいにねかけてあげると、下からあったかい空気が出てるでしょ。で、ジャケットの下に入って足はいつでもぬくぬくみたいなね。うん、こたつが懐かしい。こたつでみかんとかね、いいよね。食べたいな、久々に。こたつでみかんしたいな。こたつでみかんで紅白ベタだな。 Anyways、 じゃあ早速モンソンマリーっていうケベック州にあるね、スキー場に1時間15分ぐらいかけてちょっと行きたいと思います。このオタワ近郊じゃね、まだ俺行ったことないんだけど、このオタワ近郊の中では一番標高が高いところみたいなんで、
この辺にあるのはそんなに大きい山はないんだけど、2時間ぐらい行けば結構大きい山もあるんですけど、この周辺はオタワ周辺はちょっとした丘ぐらい、まあって言うてもトロント近郊よりはまだ全然いい方なんですけどね。でも今日今から行くモンソンマリーっていうところはその倍の高さぐらいらしいです。1000メートル、1000メートルちょっと怪しいな、これちょっと調べときます。はい、すいません、リサーチ不足です。じゃあ行ってみよう。さあお待たせしました、ミータイム。ミータイムっていうと自分のために使う時間、自分のために投資する時間、そんなイメージかな。それがミータイムです。なんでミータイムが大事かっていうと、やっぱり一生懸命働くのもね、もちろん大事だけども、パフォーマンスのいい仕事をするためにはやっぱりね、体も心もブレイン、脳みそも休ませることがね、すごいやっぱ大事だと思うんですよね。 Have some me time。 例えば会社ですごい忙しいかもしれないし、俺みたいにね、動画編集すごい打ち込んでやってて、ああもうなんとかせないかんなって思ってる時もそうかもしれないし、例えば子育てでねすごい忙しい主婦の人もそうかもしれないし、やっぱりね、休む時間は大事、大事だと思う。それがミータイムで、特にやっぱり日本の環境って一生懸命働くのが大事、長い時間働くのが大事とかね、そういうところあるでしょ。なんか休むべきじゃない、こうあるべきみたいな。でもそうじゃないと思うんだよね。ここのね、カナダを見てるとそれだけじゃないなと思って、でやっぱりそういうね、ミータイムを大事にして自分の脳みそも体もリフレッシュさせるといいパフォーマンスができるし、だから有給休暇とかもね、みんな普通に全然がっつり取るし、有給以外にずる休みする人もいるぐらいだしね。まあなんでミータイムっていうのは本当に大事だと思います。 Have some me time for myself, for me。 俺にとってはスノーボーディング。 I'm gonna have some my me time。Had so much fun me time today. Lots of snow, still snowing. That was great. I definitely had some great me time. この動画を見てくれてるあなたもね、最近ストレス溜まってるなとかね、仕事のこととか、ね、家庭のこととか学校のこととかでね、あったら、ちょっとエンジンかけようね。あったらなおさら me time。ミータイム、自分のね、自分のね、ミータイム、自分のための時間を過ごしてみてください。そしたらね、また明日からのね、活力にもなるかもしれないし、いいアイデアも浮かんでくるかもしれないし、人生ね、短いでしょ。 Life is short. You should enjoy. Have some me time. そう、そしてこの動画を最後まで見てくれてるあなたのために英語のワンポイント。今日は、By the way、By the way, I try to say I'll be there waiting for って、レッドホットチリペッパーズの歌知ってます？俺あんまりカラオケ上手じゃないかもしれないな。日本のカラオケね、いいですよね。こっちのカナダのカラオケね、行けてないんですよ。日本帰った時また行きたいな。 Anyways, by the way、 ところで、これね、話を変える時とかにね、よく使える言い方で、 By the way, I have to go pick up kids。 そうだ、子供たち迎えに行かないといけない。そうなんですよ、子供たち迎えに行かないといけないんで、ちょっとね、もう今日は早め、そんなにいっぱい滑ってないけど、まあでもね、十分充実したミータイム過ごせたんで、今からスキー場ここを出て、予定じゃ1時間20分ぐらいで着くかなと思ったら、めっちゃやっぱ雪が降ってるからだと思うんだけど、2時間ちょっとかかっちゃったんで、もう今日はこの辺で切り上げたいと思います。じゃあみんなも使ってくださいね、 By the way。 他に By the way は、
例えば自己紹介とかするときに名前を言うでしょ、最初に Hey, nice to meet you, I'm Nori とかって言うでしょ。でもその最初に名前を言い損なって会話がこうどんどん進んでいったとき、ああ名前まで言ってなかったなっていうときあるじゃないですか。そういうときに Yeah, I've been snowboarding for more than 20 years but I'm, you know, but I'm still having good time. Oh, by the way, I'm Nori。 会話をある程度終わらせた後に By the way, I'm Nori とかって自分の名前を切り出すっていう使い方もできます。 By the way, because of this me time, I had such a great idea came up, you know, into my head. このね、me time のおかげでね、ちょっとどうしようかなって思ってたことが一つ実はあったんですけど、いい考えが浮かびました。動画の配信のスケジュールを変えます。今までは月曜日にね、毎週動画をアップしてたんですけど、今からは月曜日のその動画はそのままそれでアップするんだけども How to 例えば写真のこと、動画のこと、その編集のこと、撮影のこと、機材、カメラのこと、iPhone で撮影するやり方とか、そういうものを月曜日に動画で配信したいと思います。そしてこういう形のね、ブログに関しては水曜日、これはちょっと毎週できないかもしれないけど、まあでも頑張ります。とりあえず毎週月曜日が How to、 そして水曜日ブログ、たまに水曜休むかもしれないけど。さあ、この動画最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画が良かったと思ったらぜひ Like、 そしてチャンネル登録まだしてないでしょ、してない人下のねチャンネル登録ボタンを押して、そこのベルのところもポンって押してくださいね。そしたら YouTube から動画がアップされた時に案内が届きます。So, I hope you guys enjoy this video and see you in the next video. Will be next Monday. じゃあ次の動画は月曜日になります。じゃあそれまで。OK? Have some me time. じゃあね。Peace out.